79号ではホラーなハウスの内壁にランプを取り付けて組み立てます。また納屋に置く古いとホラーなハウスに置く皿を組み立てます。今回付属するパーツです。79号では78号で組み立てた土台と71号で取り置いたランプとスイッチボードを使用します。はじめに内壁台紙 A の左上を縦3ミリ、横15ミリで切り取ります。続けて右上から縦20ミリ、横40ミリのところに画鋲で穴を開けます。続けて台紙に開けた穴を LED の先端が入るほどに拡張します。次に内壁台紙 A の穴に裏側からスイッチボードのケーブルを差し込み表に出します。続けてランプの底に LED を差し込み、ケーブルを裏側の溝に沿わせ、両面テープで固定します。さらに両面テープの剥離紙を剥がし、内壁台紙 A に貼り付けます。次に、スイッチボードの裏に両面テープを貼り、内壁台紙の右下に接着します。続けて内壁台紙 A を裏返し、ケーブルをマスキングテープで留めます。次に内壁台紙 A をアーチ状に曲げ、丸みを帯びさせます。次に柱の短辺の切り欠きに接着剤を塗り、長い方の凸部を下にしてホラーなハウスのベース板に差し込み、短い方の凸部を地面板74のオーブにはめて接着します。同様にして残りの柱を接着します。次に5本の柱と
ホラー穴ハウスのレンガ壁の右側の仕切り板に接着剤を塗ります。続けて内壁台紙 A を左側から順に仕切り板と柱に接着していきます。さらにマスキングテープで内壁台紙 A と地面板を固定し、接着剤を乾かします。次に内壁台紙 B の左端を内壁台紙 A の右端に合わせ、内壁台紙 B を柱に接着します。続けてマスキングテープで固定し、接着剤を乾かします。次に枠2枚と皿を台紙から切り離します。次に細い方の枠をヘラ B に巻きつけ、丸みを帯びさせます。次に細い方の枠で輪を作り、網の上に置き、網より3ミリほど小さい円にし、接着剤で枠の両端を接着します。続けて太い方の枠の片面に接着剤を塗り、細い方の枠の外側に巻きつけて接着します。次に2枚の枠の円周に接着剤を塗り、網の真ん中に接着します。続けてニッパーで枠より外側にある網を切り落とします。
次に皿の切れ目の左側の花びらに接着剤を塗ります。続けて切れ目の右側の花びらを重ね合わせて接着します。これで79号の組み立ては終了です。アッシャー。